宮崎様、ありがとうございました。最後は大変、なんて言いますか、エンカレッジングな、まあ、新しい、もう一度日本を再生しようという、メッセージで締めくくっていただきました。ありがとうございました。宮崎様は、カルピスの研究所にもおられて、まあ、大企業の中でのベンチャー、それから、ご自分でベンチャーを創業なさって、循環型社会ということでなさっていて、まあ、非常に包括的かつ理論的に、淡々とお話しされましたけれども、それをご自分で実践されているということが大変素晴らしい、と思います。貴重なお話を本当にありがとうございました。食の分野にはこれから大きなチャンスがあると思います。質問ですが、JFR 様は具体的にどのようなイノベーションを実現されているのでしょうか。製品名なども含め少し詳しくご説明いただけますかというご質問をいただいています。そうですね。まず環境分野の取り組みとしてはですね、まあ、いろんな特許を出してるんですけども、いろんな例えば水処理とかですね、それからあとは、まあ、今までは処理ということで話していたんですけども、それを、なるだけ資源として取り組もうということで、例えばリンを回収したりとかですね、それから窒素は最終的にアンモニアになっていくんですけども、それを硝酸で取り込んで、我々の今特許の技術で6%ぐらいの硝酸値に作ったりすることができるんですけども、そういうもので、まあそういう環境性の技術だとか、あとは大学といろいろと、もうすごい連携を取っておりますんで、例えば東京工業大学と乳酸菌の研究を共同でやったりとかですね、もうそういう中で、まあ、どちらかというと、大学に派遣をしたりとか、それから大学生も何人もうちの研究所に来ていただいたりとか、そういう、まあ、大学とのいわゆる連携、そう、インテグレーションっていうことも推進しています。あと、農林水産省の農研機構さんなんかともいろんなやり取りをさせていただいています。ちょっと具体的には、いろんな知財関係もあるんで、ちょっと今日はお話ができない部分もあるんですけれども、ぜひそういうところも含めて、まあ、気楽に連絡をしていただいて、まあ、それと我々の研究所が中小企業支援機構のいわゆる和光理系インキュベーションプラザの中にありますんで、ぜひ経済産業省の枠内だと思いますんで、ご連絡いただければと思います。ありがとうございます。もう一つご質問をいただいてます。日本のオープンイノベーションが進まないのは、大企業が上から目線で対応も遅いことが原因だと思うのですが、その点はどうお考えですか。大企業がイコールパートナーシップができない理由が何かあれば教えてくださいというご質問をいただいてます。私のところにも大きな企業さん来るんですけども、大きな大企業さんは、まあ、どちらかというと自己利益、いわゆる自己利益の、まあ、優先型になっており、オープンイノベーションと言いながら、彼らがやりたいことは技術導入なんですよね。技術導入をやりたいということで、オープンイノベーションっていうのは基本的に先ほどお聞きしたように、やっぱ対等な関係の中で同一の目標を持って議論をするという中で言えば、大企業と我々とが共有の目標を持っていますかということですよね。それがやっぱり持続可能な、開発目標であるということが上位概念にやっぱり、あって、それを具現化したものでなくてはならないんですけど、大企業はどうしても自己の利益優先ということになってしまうんで、そこにちぐはぐさが出てるんだと思います。ありがとうございます。もう一つご質問いただいてます。日本はカルピス、ヤクルトなどもちろん発酵分野で世界をリードできる技術力があると思います。これ宮崎さんご自身がなさってきたんだと思いますけれども、産学
産官学のオールジャパンで発酵産業を盛り上げようという動きが今、日本にはあるのでしょうかというご質問をいただいています。ですね、まああの、まあ、いろんな乳酸菌の学会とかありまして、あるんですが、やっぱりそれぞれの企業優先にはなってると思いますね、大企業、それぞれのあって、なかなかですね、例えばヤクルトとカルピスが連携するのっていうのは、やはり難しいと言わざるを得ないですね、今の現状はですね。だから、まあ、学会に行ったりすれば、当然、学会の中で情報共有とかしますけども、大連合というのは、なかなか同一業種の中で組むというのは、多分やはり今のところ難しいというふうに思います。ありがとうございました。宮崎さんは海外ともいろいろ連携をなさっていると思いますけれども、そのオープンイノベーションとか、循環型産業を作るっていう意味で、日本と海外で何か違いを感じられることはございますですか？そうですね、やっぱりフットワークがいいですね、極めてですね。私のラボにはスコットランド投資局がもう来たりとかですね、やっぱり日本の技術は素晴らしいものをいつもサーチして見に来ると。それもスコットランド投資局には日本人がたくさんいるんですね。それで日本の情報をいつもキャッチをして、それでまあ今回はまあスコットランドの人も来て、じゃあその環境投資、環境技術を説明してほしいということで、じゃあまあこのくらい出せる企業を紹介してあげるよとか、やっぱりそのもうちょっとやっぱり日本がそういうことに投資をしっかりしていくというようなことで、まあ変な話、ちょっとロシアの、まあ、タタフスタンという国ともいろいろとやってるんですけども、やっぱり日本の技術の魅力っていうのはやっぱりあるんですよね、かなり。それを海外にその流出しないようにというためには、やっぱりしっかりした国内投資をしていかないと、じゃあ中国で1000人計画で日本人が出ていますねって。で、出ざるを得ないところもあるんですよね、やっぱりね。そこは、まあ、どうやってそれを守っていくのか。それと、先ほどお話しました知財が極めて脆弱になってきていて、国内で特許は出すんだけど海外には出さないとかですね。そうすると中国企業はみんなそれを真似して作るということで、極めて何のために特許を出してんだっていうようなことにもなるし、じゃあ、ノウハウ戦略もあるし、こういうやっぱり知財の守りの部分、それから当然知財やろうと思ったらお金もかかるんで、そこをどうしていくのかっていうようなところも、よく考える必要。まあ我々ちょっと東京都から海外、特許の補助金を受けたりしてるんですけども、こういうのは非常に有利に使えるんで、まあこういうやっぱりその知財って、まあ、何て言うんですかね、何がお金なのかわからないんで、ともかく、ただ出さなかったら終わりなんで、やっぱり無駄であっても出していくっていうことの戦略を組んでいかないといけないと。ありがとうございます。まだいくつかご質問いただいてます。DX はバイオ産業に影響を与えるのでしょうかと。バイオ産業には極めて重要なキーワードになってくると思います。うちも、IoT 部門を持っておりまして、いわゆる、まあ、ファーメンテーションとか、まあ、旧来型のバイオっていうもの、まあ、その味噌作りもあるだろうし、これも一つのバイオ産業になると思うんですけども、この近代化っていうのも極めて重要になるし、こういうところのトランスフォーメーションというのは極めて重要になると思います。ありがとうございます。他にご質問いただいてますけど、バイオベンチャーを立ち上げるにあたって、政府の施策で役に立つものがあれば教えてくださいと、なかったらその旨を教えてくださいというご質問いただいてます。まあ、施策といってもいろいろなたくさんの施策がありまして、我々はいつも経済産業省の補助金っていうのをウォッチしておりまして、まあ、その中では去年はものづくり補助金とかですね、こういうのをやって、まあ、極めて
他の省庁に比べて潤沢な資金をお持ちだということは分かっており、まあこの辺がどう使われるのか、どういうふうに受けるのか、この辺が重要だと私は思っていて、銀行がそのイノベーションに投資するっていうのはなかなか難しいんですよね。やっぱり要するに、銀行っていうのは人から預かってるお金ですから、それを将来性を何分にも先ほどお話したように判断がなかなか難しい中で、どうやってで 95% 成功するものであれば多分投資してくれますけれども、その中で多産多死をしていくということで、なんか私台湾によく行ってるんですけども、台湾なんか割に政府が軽い感じで数百万をボン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 バイオ産業に出して、新卒の大学院を出て少し経験したぐらいで起業した人にも800万ぐらいバーンと出すんですよね。そのくらい、それで結構成功してないんですけども、そのくらいのある程度力量を持って、そんな大きな金額出す必要はないんですが、創業の、当初、何がダイヤで何が石かわからないんで、ちょっとその辺のこうばらまきっていうことも重要なのかなというふうには思います。逆に言うと、今の質問から言いますと、やっぱり補助金政策っていうのは極めて重要な政策だと思います。ありがとうございます。イノベーション多産多死、先密から、先密を始めないとそもそも生まれないんだっていうお話は大変重要だと思います。宮崎さん、入社された時に先密って先輩から言われたっていうお話ありましたけど、私も経産省入った時に経産省の施策は先密だと、よくいろんな人が言ってました。多少長の人が言ってたのかもしれませんけども。すいません。まだご質問いただいてるんで、あと1問だけよろしいですか。はい、世界で発行分野の注目すべき企業、ジャイアントとかユニコーンがあれば、日本も含めて、どういう企業があるか教えていただけますでしょうかというご質問いただいてます。私、食品分野しかよくわからないんですけども、食品分野ですとヨーロッパだとダノンとかですね、ネスレとかですね、ユニリーバーとかですね、こういう食品のジャイアント、こういう人たちがかなり政府に関与をしております。でいろんな政府委員を兼務したり、レギュレーションを作っていく時も彼らの意見が極めて重要になっておりまして、ヨーロッパだからということがあると思うんですけど、割に官民が連携してある面レギュレーションを作ったりとか、そこは非常に密にやってるのを実感します。ただアメリカの人たちに言えばかなり規制をしている、自国内というか事業域内を保護するためにそういう連携を取ってるということを言って、アメリカの場合極めてオープンで、いわゆるポジティブリスト制といって、乳酸菌なんかやってもこのリストにあれば全然レギュレーションというか登録なしでどんどん入っていけるというような状態がありますので、アメリカとは違う、ヨーロッパ、ダノン、この頃ちょっとヨーロッパが多いものですからダノンとかそういうとこ、カルピスも昔はダノンと共同で味の素カルピスダノンという会社をやってたんですけども、こういうジャイアントの動きをよく見てるというところですね。ありがとうございます。もうそろそろ時間ですけれども、私自身はもう一言お伺いしたいのは、ご説明の途中にこの循環のサイクルの絵がありましたけれども、要するに物を作って自然から、材料を得て、でそれをこのまたその出たものを廃棄物、いろんなものをこの自然に返していくというようなコンセプトだと思いますけど、もう少し具体的にもう少し教えていただければ分かりやすいかと思いますけど、この循環するって言いますか、この、一番最初の発想はやっぱりバイオマスの人たちから発想が出てるんですね。要するに売電とかそういうのをやっていくんですけども、じゃあ電気売るんだけどエネルギーを有効使われてないとか、それから補助金があっていろんなところで採算は合ってるんだけども、じゃあそれで本当に循環型に貢献してるのかとか、変な話、非常にこう
太陽光とか深海はしてきてるんですけども、じゃあ山があのすごい荒れてきてるとかですね、いろんな話があって、まあ、そういう中で最初の発想はそこで、我々って何度で組むんですかって言ったら、オタクはやっぱり最終産業、最終製品を持ってると。で、まあ、その中で我々実はレストランをやってるチェーンさんと組むことになったりとかですね、おのずとなんとなくいろんなその産業が集まってきたと。で、私もともと畜産用のものをやってたんで、農業とかそういうことも、あと海洋大学さんと養殖のことで昨日も話をしたんですけども、こういう人たちも集まってくるということで、でずっと考えて、なんとなくそれが必然で集まってきたように思えて、それをマッピングしてみるとこう循環型になってくるということで、もともとの発想はこのバイオマスの余ったエネルギーをどう使っていくんだっていうようなところの発想からいろんな産業を結びついて、それとあとはやっぱりレストランで利益を取るのが一番利幅が大きいもんですから、そこでなるだけ消費者に近いところから利益を取って、それをまあいわゆるゴミ処理等にフィードしていくということの方が圧倒的に循環になってくるし、そうすると一つの企業体ではないコンソーシアムとして考えていかないと利益配分はうまくいかないし、費用負担もうまくいかないということからこのモデルを作ってきたということで、嬉しいことにここを書かせてもらったモデル全部絵にある企業がもう今全部入ってきてる状況にありまして、こういう話をするとみんな一緒にやりたいということで、じゃあ JFR どんな企業ですかっていうと、まあ、プラットフォームを作ってる企業ということで今お話をさせていただいてます。はい、ありがとうございました。まだご質問いただいておりますけど、まあ、時間が過ぎておりますので、これまでにしたいと思います。大変理論的、包括的で哲学的かつ実際にご自分でやられているということで、大変分かりやすいお話をありがとうございました。大変勉強になりました。今日はありがとうございました。それでは、これをもちまして、本日の BBL ウェビナーを終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。